9回の表の攻撃です。三谷さんとしてまたもピンチを迎えてまして、ピッチャーが三輪君に交代しました。ワンアウトで三塁二塁となっています。連続ヒットを打たれました。なんとかホームに帰ってくるのは抑えられましたが、ワンアウトで二塁三塁と今つながれています。ノーストライクで3ボールです。三谷さん、こう何としてでもここは抑えて9回裏の攻撃に備えてもらいたいと思います。まだまだしかしワンアウトです。フォアボールです。ワンアウトで満塁になりました。また日大三高ピッチャーが交代します。苦しい展開となってます。日大三高です。出しました。取りました。とっても落としました。一塁もセーフになって、さらに今回ワンアウトで今フォールベースになりましたが、1点を入れられたところです。ちょっと焦りが見られました。この三谷さん、この守備陣です。カルシネコはアウトを取っていきたいところですが、ちょっと焦りが。